増田ダ之サは、戦国時代の武将、徳島藩画郎、尾張国出身。阿は一宮城主、海府城主。通称は虎之助。には文を守る。父は一宮城主、海府城主の増田ダ政。性質は、が、島長政の娘。蜂須賀家の家臣である、増田ダ政の長男として生まれる。父のカ政は、 阿波一宮城と海府城で城主を務め、おさゆきも父の後を継ぎ城主を務めた。海府城岸の際は五千五百国を与えられ、関ヶ原の戦いや大阪の千1619年の広島城受け取りに従軍する。三勤交代により、江戸に出ることが多く、その際に大老の坂井忠代と親しくなり、幕府の人脈を使い、天軍の藩主としての独立を企てた。 独立のために金星を破って、材木を伐採し、江戸に運んで資金を作っていたことが、徳島藩の役人に摘発され、おさゆきは領地を召し上げられ、その後13年間遊兵された。これを恨んだおさゆきは1645年までに、徳島藩主の八塚忠秀が、幕府金星を破り大船を建造し、さらにキリシタンへの収門改めを怠っていると、訴えた。 1646年、幕府は表情書にておさゆきと徳島藩の家老である、長谷川貞常を対決させた。結果、おさゆきの訴えが虚偽であったとして、おさゆきの身柄はただ秀に預けられた。これら一連の事件を、回復騒動と呼ぶ。1646年、江戸から阿波の移送中に病死した。一説には、江戸屋敷にて残刑されたともされる。墓所は、 徳島県徳島下家六町の上六時。ありがとうございます。